ハレルヤ、アメン、アメン、アメン。あ、これちょっと、はい、これで延長です。おはようございます。始めます。大丈夫ですね。アメン、アメン。ハレルヤ、アメン、アメン、アメンっていう言葉ね、あの一昨日やりましたけど、大事だっていうことですね。あの結局ですね、もうイエス様に向かってアメンっていうことがまさに信仰そのものっていうことですね。その神を肯定する、その神の言葉を肯定する、でそのある意味では人間にとってはいははい、いいえはいいえ、それ以上は悪いことだと書いてあるんですね。近っちゃいけないって書いてありますね。だから、うん、はいはアメンでしょ、ね、いいえは不信仰ですね。だから人間というのは結局のところはいかいいえしか言えないんだということです。イエス様に向かってアメンと言ったらはいと言ったことになるし、信じませんと言ったらノーメンということになっちゃうわけですね。すごく分かりやすい、すごく分かりやすいんですよ。どっちかなんですから、ね、イエス様に向かって二者選択なんですよ。二者選択、これが真理なんですよ皆さん。人間の一番大事な本質はその二者選択で、どっちを選ぶかがその運命が決まっちゃうんですよ。運命が決まるんです。で、人間は生まれつき罪人でしょ。罪人というのは生まれつきノーと言ってるんだということなんですよ。神様に対してノー、罪っていうのは神様に対して神を無視する、拒否る神を拒絶する、これが罪じゃないですか。神を拒絶するようなものとして生まれてきたから罪人なんです。なぜかというと、アダムとエバが神を拒否ったからです。食べちゃいけないってものを食べた、それは神の言葉を拒否ったということですね。そこから人間に罪が入って、私たちの心にはそのようにその神と断絶している罪があったわけです。すべての人の心の中に神を拒絶するものがあるという。最初よく分かりませんね、そのことよく分かりません。自分の心がそういうものだということは分からないし、罪があるということも分からないんですけど、でも福音を聞くと、神のイエス様の言葉を聞くと、牧師の言葉を聞くと、うん、自分の心の中にそういうものがあるのかということが考え始めてくるわけですね。それが光ですよ、光ね。その福音の光というのはその私たちの心を照らしてくれて、私たちの心がどういうものかっていうものが見えてくるんです。心理学じゃないんですよ。アメン、アメン。心理学で罪って言わないでしょ、ないね。心理学に神様出てこないでしょ、です出てこないでしょ。いや出てくる、神様出てくる、まれに出てきます。稀に出てくる、はい、心理学に神様出てくるの、本当、はい、失礼、はい、マダムゴマです。父が、まあ、心理学の専門家なんですが、父はあのロジャーズっていう方の心理学を学んでます。で、このロジャーズさんは牧師の勉強した心理学者であって、やっぱり神の存在も必要であるといった心理学者です。そうですね、あの学問の世界って結局あの神とか悪魔なんていうとね、みんなこうね変な風に思われて、こう退かれちゃうわけですよね。だから進化論のあれでもね、神が作ったなんていうと科学の世界でみんな弾き飛ばされちゃうので、この中では進化論おかしいなと思ってる科学者がね、そう口で神が作ったと言えないんですよね。要するにそのこの世っていうのは悪魔が支配してて、その神様を排除した世界なんですよ。神なんか
神がいるなんていうことをその言わせない世界なんですね。なぜかというと人間の中に罪があるから。罪というのは神を排除することですね。神を排除して神を認めない世界ですね。そしてその神様はそのイエス・キリストを通して初めて、神様はご自身を表しているわけです。ですからイエス・キリストが現れて世の光として現れて、そのイエス・キリストの言葉を聞いて、ああこの人はもしかしたら、この方はもしかしたら神かもしれない、この方が私を救ってくれるかもしれない、何か予感がする、何か希望が見えてきた、その時にアメン、イエス様に向かってアメンって言った時に救われるんですね。すごいですね。たった一言、イエス様に向かってこの方は光の方である、ね、真実な方である、アメン、イエス・キリストの言った言葉、ね、拒否るんじゃなくてイエス・キリストの言葉をアメンと言った時にその人は救われるんですよ。すごいですね。その証が私たち持ってるわけです。皆さん一人一人その証を持ってるわけですね。そういう経験があるということですよ。イエス様を信じた時から何かが変わった、心が変わった、人生が変わった、何かが変わったという経験を皆さん持ってるわけです。わお、うわですよね。わお、目に見えない何かがこう分かってきたということですね。以前分かんなかった、以前は目に見えるものしか分かんなかった、この世のものしか分かんなかった、何かこの世の価値観しか分かんなかった。だけどこの世の価値観ではいつもさっちもいかないということはもう分かってきたけれども、何か本当の解決、本当の答えを探したけどどこにもなかった。しかし皆さんはイエス・キリストにたどり着いて、イエス・キリストにたどり着いて、まあ、選ばれたかもしれないに導かれたかもしれない、イエス・キリストに出会って、出会ってイエス・キリストの言葉を聞いて、ふんふんふん信じようかな信じてみようかな、大正解でしたね。大正解ですよ。信じてよかったでしょね。私は信じて34年です。28の時に信じて34年だいたいね。本当にだん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 確信から確信ですよ、ね、ほとんど疑ったことないですね、だん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 はっきり見えてきたという感じですね。最初の時はよく分かんなかったんですね。信じた時もよく分かんなかったんですけど、信じてだん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 分かってきて、もう本当に確信から確信です。そして皆さんの信仰を見てさらに確信します。自分の確信プラス他の方の証によって確信が強くなるんです。そして世の中と比べればなおさらですね。世の中と私たちと比べればその違いが見えてくるわけです、ね、そしてイエス様の言葉で、イエス様の見方でこの世を 見れば、本当にこの世がそういう霊的な問題で苦しんでるっていうことも見えてくるわけですね。人々には憎しみがある、敵意がある、ね、あのみんな憎しみでこう人を殺したい、憎しみで暴れたい、憎しみで引き殺したい、ね、憎しみで人を刺したいとか、そういうね悪魔の心がもう満ちている世界じゃないですか、この世の中。怖いですよね。怖いです。私たちも悪魔の心があったんだ、まあ、今もちょっとあるかもしれないけど、悪魔の心があったから私も父親を憎んでましたね。
私も父親を殺そうと思ってたんですよ。いや実際に実行したんじゃないですよ。殺したいなという気持ちがあった、殺意があったということ。あの父が DV で主乱だったからね。だからあのもちろんもう、恥ずかしいですよ。それは自分の親をね殺したいなんて恥ずかしいけど、でもその暴れてる父親を見て殺意を覚えたということですね。で自分の中にそういう悪いものがあったということですね。でもクリスチャンになったら亡くなったんです、殺意が。許したからね、父を許したんです。許したくなかった、 許したくない気持ちってありますよね。なんかね、許したくない気持ちがあるけど、イエス様が許しなさいと言ったから、いやいや許した、いやいや許した。そしたら許せるようになっちゃったんですね。そしたらなんとその気持ちがなくなったら心が楽になったんですね。憎しみがあると重いですよ。憎しみがあると辛いですよ。憎しみがあったらカリ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 イラ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 ね、もうあの切れて切れて切れて逆切れだらけみたいな、なんか言われたら逆切れ、なんか注意されたら逆切れね、なんか欠点言われたら逆切れ、なんとなくわかるでしょ。怖いですよ電車の中でね、あなたちょっとあの携帯ダメですよって逆切れされますからね。横断歩道あなたあの赤で渡っちゃダメですよって逆切れされますからね。怖い世の中ですね。もうちょっと注意できないような世の中、ね、そういう人間というのは自分の、ね、弱さを言われると怒りますよ。誰だってね、嫌ですからね。 あなたに文句言われる筋じゃないっていうね、そういう感じでね。ですからまあそう注意するときも気をつけなきゃいけないですよね。やっぱりその人を責めるような言い方はダメでしょうね。責めるということも悪意なんですよ。裁くということも悪意なんです。悪霊は、ね、そういうその罪に反応するんですね。でクリスチャンになると寛容になり優しくなって、ね、人の罪見てもあんまりカリカリしなくなるんです。許せるようになるんです。アメン。そんな感じでしょ、ね、皆さんなんか人の罪をあまり反応しなくなってきたでしょ。彼はね、あのきっといろいろ心の傷があってそういうことをしてるんだ、きっと何かむしゃくしゃしてそういうことをしてるんだって理解してあげれるようになるわけですよ。でも罪があると理解したくない、理解する余裕がない、すぐに裁いちゃう、すぐに怒っちゃうというのが罪ですね。ですから世の中ね、こうギスギスしてるって言いますけど、まさにあのギスギス社会なんですね、世の中ね。油が必要なんです、愛が必要なんです、ね。もう人間同士が傷つけ合ってますから、傷つかない方法はね、罪を取ってイエス様に油をもらうことです。こうね、こうあの非常に摩擦がなくなってくるわけですね。非常にこうあの人間関係が快適になっていくんですね。皆さんよかったですね、救われてよかったですね、イエス様と出会ってよかったですね、真理が分かってよかったですね。もし私たちが以前と同じだったら、まだ私たちもカリカリしてなきゃいけなかったんですね。辛い人生を送らなきゃいけなかったんですが、私たちは変えられたのです。人生が変わったのです。まだ戦いありますよ、まだ失敗をしますよ、まだ未熟かもしれない、でもいい方向に来たんです。いい道を歩んでるんです。正しい道を歩んでるんですね、イエス様の道、この道によって私たちはいい方向に行くんです。ですからね、まだ弱い、まだ未熟だということを嘆かないでください、ね。だん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 成長します、成長します。ですからしっかりこの道は正しい、
この方は正しいと信じましょう。おサタンの嘘に騙されてはいけません。この世の価値観に騙されてはいけません。未信者が何て言おうと、油すぎのないクリスチャンが何と言おうと、未熟なクリスチャンが何と言おうと、無視してスルーしてください。スルーしてください、ね、私たちはその正しいものを正しいということをしっかり保つための戦いだということです。サタンの攻撃は嘘によって攻撃してきます。旧牧師の言うことを聞くなと。旧牧師はいたんだ、カリスマはいたんだ、ね、キリスト教なんておかしい、もう、ね、日本人は仏教でいいんだとかね、そんな西洋の教えなんて日本と関係ないんだとかね、やっぱりお金が必要なんだとかね、自分の力で生きた方がいいんだとかですね、もう世の中甘くないよとか、いろんな嘘がありますね。いろんな嘘があります。そう、一個一個の嘘を皆さんは悟って御言葉で断ち切っていかなきゃいけないんです。その嘘があるとね、私たちの心はこの嘘によってやられてしまいます。ですから御言葉を聞いてそれを悟ってね、深く強く 根付いて真理をしっかり理解すれば、ちょっとやっとじゃね、いられませんから、皆さんが成長してほしいのです、ね、親は子供が成長してほしいですよね。親は子供が怪我してほしくないし、病気になってほしくないですね。皆さんは神の子供です。皆さんは御言葉によって成長します。命の水によって成長するのです。皆さんが成長するならば、皆さんは世の光となるんです。地の塩となるのです。皆さんは、ね、世の中を良くするものになるのです。アメン。アメン。アメン。罪人というのは、罪があるがゆえに、周りの人を苦しめてきましたけど、クリスチャンになると、周りの人を祝福するものになるのです、ね、罪人というのは、ね、本当に迷惑をかけてしまうような自分です。ごまにレイモンドさんが来てくれました。クリスチャンは、ね、人々を祝福するものなんですね。クリスチャン can bless others。 罪人はね、ある意味では人々を呪うものなんですね。 non Christian people、curse others、 curses others。 サタンはこの世を呪うんですね。 Satan curses this world。 イエス様はこの世を祝福します。 Jesus blesses this world。だからクリスチャンも同じです。クリスチャンも私たちは敵を祝福するものになるんです。 Then クリスチャン can bless others。 以前は私たちは人を呪っていました。 Before we cursed others but now we bless others。 しかし今私たちは他の人を祝福します。アメン。呪ってはいけません。祝福するために召されたと書いてありますね。 We are chosen to bless others。 呪うものではなく祝福しましょう。アメン。アメン。では、皆さん、心から、ね、アーメンという気持ちを持って賛美しましょう。アメン。
ね、今日はね、グモリン18番18ですね。アメン。
14番ですね。14。We worship you now.
ました。ハレルヤ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 。キューちゃん、ハレルヤ。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 あ、聖書ですね。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ、アメン、アメン。今日この教会はもう油注ぎに満ちてます。アメン。というわけで聖書を読みます。よろしいでしょうか。ヨハネ6章の40です。ヨハネ6章の40、ちょっと待ってね。よろしいでしょうか。ちょっと待ってね。あの揃うまでちょっと待ってね。ジョン。40。よろしいですね。聖書読みます。事実、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。アメン。どうぞ。ありがとうございます。アメン。メッセージの前にですね、洗礼式を行います。救われたリスナーの方がですね、洗礼を受けてくれます。どうぞこちらに。あ、顔はね映らないです。これで大丈夫です、はい、そこで結構です。ここでいいです、はい、あ、いいんですか、うん、じゃあね、じゃあ ここに来ていただいて、で、ごまさんここですね、で、こっち向いてくださって、あ、私に向かってこう、いいですか。はい、じゃあ、We will have a baptism ceremony、okay. これからユナさんのバプテスマ洗礼式を行います。We'll have a baptism ceremony on ユナ。これから質問します。 I will ask you some question。 過去に自分の中に罪があって、罪の行いで生きてきたことを認めますか。はい。Do you recognize that you have been a sinner? その罪を深く悔い改めて、その罪を許してほしいと願いますか。はい。Do you repent and do you want to be removed your sin? イエス様がその罪のために、十字架で、かかって死んで、その身代わりになって死んで、罪を許してくださると信じますか。はい。Do you believe that Jesus died for your sin? Yeah. イエス・キリストが救い主であり神の御子であると信じますか。はい。Do you believe that Jesus is the Savior and the Son of God? Yes.この世の汚れ、この世の罪から出て神の国で生きていく決心がありますか。はい。Did you decide to live in
the kingdom of God instead of this world. イエス様の御心を行い、イエス様の弟子として生きていくことを決心しますか？はい。Did you decide to become the disciple, a disciple of Jesus and follow him? Follow. イエス様の弟子たち、兄弟姉妹と共に愛し合っていきたいと決心しますか？Did you decide to live in a fellowship of the brothers and sisters in the Lord? 神の国を求め、そしてリバイバルを求めて、主に仕えていきたいと決心しますか？はい。Did you decide to ask the kingdom of God and revival in Japan?ユナさんの告白、信仰告白に基づいて、イエス・キリストの御名によって洗礼を授けます。I will baptize him according to his confession in the name of Jesus. あの拭くて拭きますか？あの大丈夫？大丈夫だそうです。はい。あもういいですよ。はい、はい、天の父様、Father in Heaven。彼の信仰告白に基づいて洗礼を授けることができました。I could baptize him in according of his confession.彼の罪が許されたと宣言します。I declare that the, his sin was forgiven. Amen. 彼に、聖霊様を与えてください。Please give him the Holy Spirit. Amen. 彼を神の国に、入れてください。Please.Make him to enter your kingdom. そして彼が あなたの弟子としてこれから歩みますので彼を助けてください。Please help him to live as a disciple of Jesus. 彼があなたに用いられて神様の働きをすることができるように祝福してください。Please bless him toto live, to obey you, and ask the kingdom of God. イエス様、どうぞ、彼のうちに、来てくださり、彼の中にあなたが住んでくださいますよ。Please come to his heart and live in his heart.イエス様どうぞ祝福してください。Please bless him. Amen. 満たしてください。Please fulfill him. Amen. 彼の信仰告白を心から感謝します。Thank you for his testimony, confession.あなたの永遠の命が注がれたと信じます。We believe that your eternal life came upon him. 祝福してください。Please bless him. Please bless him. Please bless him. Amen. イエス様の御名によってお祈りします。Amen. Amen.ありがとうございます。
かしされますか。じゃあ私通訳しますから一言一言どうもありがとう、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。Good morning everybody。 私はですね、性同一性障害でして、 I am a so なんて言うんでしょうかね、なんて言うんだろう、like aそう、セクシャルディスオーダー、セクシャルディスオーダー、キャラクター、で、まあ、男性だったんですけど女性に、性転換をしまして、 I was a man but I changed to woman as physical。でやっぱりその性別の問題がありまして、やっぱり世間と社会とあまりうまくなじめなくてですね。I have been not much to this world because of this discrimination。で、まあ以前は辛かったんですけど。ある時ですね、前の生ケットの時にですね、キューちゃんの放送に出会いまして、 Before I suffered for a long time but the last December I met Pastor キューちゃん on a 生ケット too。でそれでですね、徐々にのめり込んでいきまして、 Then I could enter the face of Christianity。 で、そして今日ですねここに来る決意をしまして、来た次第でございます。 Then I decided to come this church today。 アメン。アメン。続けていいですか。そうですね、やっぱり、まあ、以前は結構辛いこともあったんですけど、イエス様を信じるようになってから心が解放された気持ちというか、 Before、はい、I was very heavy heart but after I believed Jesus my heart is light。 すごい晴れやかな気分になりましたね。 My heart is fine。 アメン。以上です。アメン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 。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい証、素晴らしい。じゃあありがとうございます。コングラチュレーション。アメン。素晴らしい証ですね。ワンダフルコンフェッション。とても勇気が必要だったんじゃないでしょうかね。He needed the bravery to confess。 すごく勇気いると思うんですよね。 It need a big brave、ね、でも彼は本当に勇気を持って、ね、告白してくれました。2つの告白がありましたよね。He confessed two things、ね、イエス様とそれから自分の問題を告白しました。素晴らしいですね。 It is so wonderful He confessed about Jesus and his problem、ね、イエス様が喜んでると思いますね。 Jesus rejoices of his confession、ね、本当にありがとうございます。もう本当に素晴らしい証ですね。 Thank you for your wonderful testimony ですね。アメン。アメン。嬉しいですね。嬉しいですね。やっぱりですね、証は素晴らしいですよね。 Testimony is wonderful ですね。とても励まされますね。 We could be encouraged by his testimonyですね。アメン。先週の日曜日はイースターでしたね。ラストサンデーはイースター、イースターね。イースターというのは、
イエス様が蘇ったということですね。Easter is the celebration of his resurrection、ね、復活です、イエス様は、その十字架と復活を、私たちにこの提示しているんですね、Jesus shows the crucifixion and the resurrection。 アメン。で、彼は言いました。以前は苦しんでいたとね、He said before he suffered、ね、by the discrimination。 でも彼はですね、イエス様を信じてですね、ある意味で心がよみがえったんですね、He rose again in his heart after he believed Jesus。罪が許されるというのは、罪が許されるというのは、私たちの心が生き返るということなんですね。Forgiveness of sin means we rise again。 罪人というのはですね、罪人というのは心の中に死を持っているようなものなんですね。 Sinners look like toHave death in their hearts。 多くの人は心の中に命を持っているのではなくて死を持っているようなものなんですね。 Many people have death in their heart instead of life。 肉体は生きてても命がないような、偶像なんですね。 They liveThey are living physically but not spiritually. It looks like idols. 神に似せて作られたにもかかわらず命がない感じですね。Human beings are made by God as the image of God, but they don't have true life.世の中を見てね、もう本当に人々の心は死んでるっていうのは分かりますよね。 Do you understand that the many Japanese people are not vital? They look like to die. Amen?そんな感じするでしょ。いやいや、ナイジェリアの人たちはみんな生き生きしてるでしょ。ナイジェリアン people are vital vivid、ね、でも日本人はみんな元気ないでしょ、ね、Many Japanese people are not vivid。 えめえ、つまりですね、そのイエス様が十字架と復活を見せているということは、あなた方、命を受けなさいと言っていることなんですね。Jesus showed the crucifixion and the resurrection. That is, Jesus wants to give the true life to people. Amen? で、今日読んだところもそうですね、40。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。ね。God's will is to give eternal life to those who believe in Jesus. 彼は永遠の命をもらったんですね。Yuna could have eternal life by faith.彼は命を持ったんです。He could receive the eternal life。 私たちは以前は死んでいたけど、以前は死があったけど、今命があるんです。Before we had death, but now we have life。 Wow. 世の中の人たちは自分たちの心の中に
死があることを知らないんですね。 Many non-Christian people don't know that they have death in their heart. 死があったら、心の中に死があったらうまくいかないのは当たり前ですよね。 It is natural that it is not good that they have death in their heart. 命がなかったら、命がないということはうまくいかないということですよね。 There are no life that there are no goodness。もしね、例えばこういう機会があるとしますね、これが生きていないってよく言うじゃないですか。壊れてるとか死んでるって言いますよね。見てくださいね。時々止まっちゃう。これで動くでしょう。あ、動きました、ね、あ、動きました。よかったよかった。今いいとこでした。今いいとこでした。もう一回。命があるということは神様に対してこう機能しているということですね。 If we have a true life, we are working to God ですね。多くの人たちは罪に生きていて神に生きていないんだということです。 All non-Christian people are living to sins, not God. They are not working to God.They are working to sin. アメン。わあ、わあ、わあ。私たちは目に見えない命を理解しなきゃいけませんね。We have to understand invisible true life. 命とは 何か。命とは何か。What is a true life? What is a true life?God is life. アメン。神が命なんです。イエス様が命なんです。イエス様が命なんです。ね。イエス様が命なんです。皆さんは今命を受けてるんです。命を受けてるんです。ね。You are receiving true life. You are receiving true life. なぜかというと、イエス様の言葉を聞いてるからです。アメン。 You are hearing the word of Jesus, then you are receiving the true life. アメン。ね、命の言葉です。命の言葉です。 It is the word of life. It is the life, word of life. イエス様の言葉は命の言葉です。The Jesus word is the word of life. イエス・キリストの言葉を聞くならば、信じるならば、アーメンと言うならば、従うならば、命が与えられるのです。If you hear真っ暗。あ、ちょっと。怒りました。映像が、放送が生き返りました。The broadcasting is rose again. 命というのは生き返ることです。Life is the resurrection. 命は生き返るんです。で、If we have life, we can rise again. 皆さんの人生は生き返ります。Your life will rise again.イエス様の命によって生き返るのです。 We can rise again by the Jesus life. 日本は生き返ります。 Japan will rise again. 世界は生き返ります。 This world will rise again. イエス様の命によって By the life of Jesus. By the life of Jesus. アメン。アメン。Praise the Lord. 主を賛美せよ。He said, "You are worthy to be praised." その
Is that you are worthy to be praised, and there is no one else like you? That music, which that worship song, which we listened to just now, is a song of a rejoicing. あの今賛美歌いましたけど、それはまあその喜ぶ歌ですよね。He said he's worthy to be praised. あ、ごめんなさい、私間違えました。イエス様はその賛美されにふさわしい方だということです、ね。And there is no one else like him. もう彼のようなものは誰もいないという。Praise the Lord. 主を賛美しましょう。My listeners, how are you happy this morning? リスナーの皆さん、今朝ハッピーですか? Yeah! I know you are all happy! 皆さんがハッピーだと知ってますよ! And I'm happy too! 私もハッピーです! I'm very very happy too! とてもとてもハッピーです! Praise the Lord! 主を賛美せよ! I'm happy for what God is beginning to do in this country! 神様がこの国にしてし始めたことによって私は幸せなんです! I'm happy for the testimony which I heard this morning!今朝聞いた証で私はハッピーなんです。I'm happy because God is using somebody. 神様が誰かを用いてるからハッピーなんです。God is changing somebody. 神様が誰かを変えてるからハッピーなんです。God is renewing somebody. 神様は誰かをこう新しくしてるからハッピーなんです。God is putting a light in the life of somebody. もう神様が誰かに命を与えてるからハッピーなんです。Praise the Lord. Praise the Lord. I'm very happy for my brother this morning. 私は兄弟の上に幸せです。For he has taken a right decision. 素晴らしい、あの決心をしました。He has taken a better decision. もう素晴らしい決断です。He has taken a decision that will make him grow.In life. もうその決心が彼をどん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 成長させるでしょう。He has taken a decision that will bring more and more progress into his life. もう彼のその人生がもうこう成長して成長してあのこう良くなるという決心です。He has taken a decision that will take him to eternal life. もう永遠の命に入るという決心です。He has taken a decision that you, my brother, my sister, are there. You haven't taken that decision. This is the time for you to take the decision. これは彼がその本当に兄弟姉妹の中にあって本当に素晴らしい神の時の決心だと思います。My Lord is rejoicing in heaven. もう私たちの主は天において喜んでると思います。God is rejoicing in heaven for your decision, my brother, this morning. その決心において、主が天において神様が喜んでると信じます。He is rejoicing for you making a right decision. もうその本当にその決心を本当にこの天国全体で喜んでると思います。From now, there is light in your life. もうその光が人生にあります。From now, there is greater, perfect light shining in your life. もう今から、今から、もう本当に偉大な光が彼の人生に照っています。Praise the Lord. 主を褒め。Praise the Lord. 主を褒め。Praise the Lord. 主を褒め。Brothers and sisters, I want to tell you this morning. もう兄弟姉妹、今日言いたいんです。I want to tell you this morning. 今朝言いたいのです。There is more anointing in the presence of God. もうここに、その神様の油注ぎがあります。There is more to enjoy, more to receive in the presence of God. もう神の臨在が増し加わっているんです。There is more to benefit in the house of God. もう神の家にこの神の油注ぎが増えています。There is more to gain in the presence of God.神のその臨在のこのこのが増えてますここで。As we all are here this morning, there is anointing touching each and every one of us. もう本当に油注ぎが一人一人にこう、注がれてます。
There is anointing touching you, bringing more blessing into your life. もうその油注ぎが皆さんの人生をもっともっとこう祝福するように今火がついてます。You're coming to this place this morning. There is a great anointing penetrating into your life. もう今朝の皆さんのこの礼拝の出席によって神の偉大な祝福が皆さんを貫いています。It is penetrating into your life. もう皆さんの人生に祝福が貫いています。It is penetrating into your heart. 心を貫いています。It is penetrating all over your body. もう皆さんの体を貫いています。God's blessing is a greater blessing. もう神様は偉大な祝福の中で祝福します。There is more in the presence of God. もう神の臨在があります。There is more to gain. もう本当にこのもっと益となります。There is more to receive. もう皆さんは受けています。I want you to make that same decision that my brother has making this morning. もう本当に彼のその決心がどれほど素晴らしい祝福をもたらしているか。I want we also the children of God to pray for those believers to arrest their heart into the presence of God. もう私たちはたくさんの人が、神の臨在のところに来ることを私たちは本当に祈んなきゃいけません。Let's pray for those people that the evil ones are using. もうその私たちはその悪いものがこの悪いことが用いられないように祈んなきゃいけません。Let's pray for God to begin to touch their life. もう神様が命をね一人一人にこう注がれることを祈んなきゃいけません。Let's pray for the anointing of the Lord begin to penetrate them. もう本当に多くの人にこのその油注ぎが貫くように祈んなきゃいけません。Let's pray for the blessing, the anointing of the Lord beginning to touch them wherever they are. もうその油注ぎが本当に一人一人にこう本当にこう注がれていくことを本当に祈んなきゃいけません。Don't pray for yourself alone. もう自分のことだけ祈るんじゃなくて。Don't pray for yourself alone. もう自分のことだけの祈りじゃなくて。Let your prayer begin to touch everyone's man, woman, boy, gay, everyone. もう男性、女性、子供、大人、いろんな人のために祈りましょう。Let your prayer begin to bring people into the house of God. もう神の家にたくさんの人が来るように祈りましょう。Because those people you see, they don't know what they are doing. Those people you see that is unbeliever, they don't know what they are doing. They don't know what they are doing. Those unbeliever, not Christian, they don't know what they are doing. そう、ノンクリスチャンの人たち何も知らないからです。They don't know what they are doing. 彼らは何をしているかわからないから。But we will pray for God to open their eyes.もう神様がそのノンクリスチャンのその心の目を開くように祈りましょう。For God to make them see the light. もう本当に光を見るように祈りましょう。For God to make them see your blessing. もう神様の祝福が見えるように祈りましょう。Praise the Lord. 主を褒めよう。Praise the Lord. Praise the Lord. There is more in the presence of God. もう神の臨在があります。There is anointing in the house of God. 神の家に油注ぎがあります。There is anointing in this place. ここに祝福があります。Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.アメン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 うん、生産式は神様イエス様との契約ですね。The Lord's Supper is a covenant with Jesus.
で、私たちはイエス様の肉を食べ、血を飲みますね。 we drink, we eat his flesh and his blood. We drink his blood. そしてこの、パンとブドウ酒は命を表しますね。 His flesh and his blood means life. まさに私たち聖餐式は命を受けるということを私たちは学ぶためなんです。The Lord's Supper means that we receive His life. イエス様の十字架によって私たちは命を受けることができるんです。We can receive His life through the crucifixion.これが大事な契約です。It is the most important covenant. 天のお父様、Father in heaven, 私たちが永遠の命を受けたことを心から感謝します。Thank you for giving eternal life. そして私たちは、以前は死んでいましたけど、今、あなたの命で生きています。Before weWe had died, but now we are living by life of Jesus. どうぞイエス・キリストを信じる者が永遠の命を持つことができますように。Please give your true life.To those who believe in Jesus. この世にあって、この死の世界の中にあって、あなたの命で生きることができますように。Please let us to live in this deadly world. あなたの命を受け取ります。We are receiving your life.In the name of Jesus. イエス様の御名によってお祈りします。アメン。イエス様のこの血を表しているこのブドウジュースはまさに命を表しています。His blood, as a his blood, this is a grape juice, means life. 血が体中を回ると人間は生きることができますよね。Blood circulate our body, we can live. 本当の命が必要なんです。本当の命が必要なんです。We need true life. We need true life. 天のお父様、Father in heaven, 以前は死んでいましたけど、今生き返りました。Before we were dead, but now we are living.本当の命を受けました。We receive the true life. 本当の永遠の命です。Eternal life. 永遠の命を受けました。We receive the eternal life. この永遠の命で、この世でも強く生きることができますように。Please make us to live by the true life in this world.あなたの命によって私たちを輝かしてください。Please make us be shine to shine by your life.
命の素晴らしさを私たちが表すことができるようにしてください。Please make us to show the wonderfulness of true life. 神の命を表す生活ができますように。Please make us to live your glory, glorious life, having your life to this world. 命を与えてください。Please give us your life. イエス・キリストを信じる者に永遠の命を与えてください。Please give those who believe in Jesus.イエス様の御名によってお祈りします。アメン。はい、はい、皆さん命みなぎりましたか。そしてこれをキープすることが大事ですね。サタンは私たちから命を取ろうとしているんですね。Satan is trying to steal our life.命をしっかり保ってください。Please keep life in you. あ、ごめんなさい。それ彼のです。レモンさんじゃなくて、あの石田さんにあ、そう。あ、you need? No? Okay. 信じることは命です。ね。Believing is life. イエス・キリストを信じることが命です。Believing in Jesus is life. 私たちは生きているのです。We are living.私たちは生きています。We are living. アメン。しっかり信仰によって生きましょう。Let's live by faith. アメン。アメン。ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。いかがだったでしょうか。命を受けたでしょうか。命を受けたでしょうか。途中でですね、あのちょっと切れちゃったことをごめんなさいね。はい、それではまた明日夜お会いしましょう。ありがとうございました。シャロン、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 シャロン。